団地外平行棒団地外平行棒は体操競技の団地外平行棒種目で使用する体操器具の名称とそれを使った種目の名称。女子のみで行われている種目であり、男子で行われている鉄棒種目に相当する。1968年10月撮影、カリンヤンツの演技。防寒距離が現在の企画よりはるかに 短いことがわかる段違い平行棒は2本の鉄棒を平行に設置したものであり、それぞれの高さは 170cm と 250cm の高さに設定されている。各鉄棒の握り棒同士の直線間隔が 180cm と定められており、水平方向の距離は約 161cm となる。 傍観が百八十センチメートルであり、堤防の高さも百七十センチメートルと低く、全身を伸ばして、車輪運動を行うと、足先が地面、または棒に当たってしまうため、段違い平行棒で車輪が一般的に行われるようになったのは競技開始から、しばらく経過してからであった。現代では、段違い平行棒で車輪を行う際には棒、または地面に近い部分でのみ開脚し、 足先が棒や地面に当たらないように車輪を行う。また、車輪の回転力を活かすために、開脚せずに済む小柄な選手の方が有利であると考えられることもある。旧来は、防寒距離は110センチメートル程度であったが、数十年にわたって改良が加えられた結果、今日のように距離が遠くなった。この種目は、女子団体、女子個人総合で行われるほか、 種目別でも単独で行われている。演技は鉄棒に手をかけたところから始まり、終末着で着地するか、演技者が途中で危険するまで行われる。演技終了は、終末技の着地動作を完了した時点となり、着地時に静止できず、足を踏み出したり転倒した場合は、減点対象となる。この演技の特徴として、演技中に堤防と工房の間を手放し技で、 移動しながら演技するということが挙げられる。鉄棒種目では、棒が一本しかないため手放し技は同一の棒を再び掴むだけになるが、段違い平行棒ではそのバリエーションが非常に多い。また、鉄棒種目では、懸垂から後ろ振り上がりなどで演技が開始されるのに対し、段違い平行棒では、助走からロイター板を使用して棒に飛びつき、 その勢いで最初から車輪を開始するなどする。そのため、女子の種目でありながら非常にダイナミックな演技を行う種目である。この種目は段違い平行棒上で技を行う。非常に多くの技があり、認められている技には難度が設定されている。技は数え切れないほど多くの技があるが、系統を立てると以下のようになる。禁止行為を行った場合は0点となる。 また、原点が課せられるケースもある。体操競技女子においては男子のみで実施されている、鉄棒種目に相当するものとして考えられている。女子で行われる4種目のうち、最もダイナミックな演技を行う種目であり、鉄棒種目同様見た目の派手さがある。しかしながら、防寒の移動があるため、鉄棒種目にはない優雅さを演出するものとして、採点傾向も、 芸術的演技実施への採点配分が大きいなど、女子ならではの種目となっている。ありがとうございます。